りとも、気に触らせてくれよ。せやな。あれ、反応薄くない。この動画は、普段適度にモンストを楽しむゆっくりたちが、好き勝手雑談する動画です。出てきたキャラクターの詳しい性能や、イベントについての詳しい情報については、ご自身でご確認ください。それではスタートだぜ。ということで今回は新イベントのベビーアーク団についてですよ。新年のパンドラ、チンギスハンの獣神化についてのイベントだぜ。はっきり言って、次のイベントへのつなぎだよね。二人とも辛辣だね。一応、今回のイベントの設定を言っておくと、ガチャのキャラも降臨キャラも、今いるキャラの子孫らしいぜ。誰の子孫か考えると楽しいかもね。ふん、そうかもね。今回やる気なさすぎだよ。とりあえず、ガチャ限定のキャラから紹介していくよ。最初はエミルゾルゲだぜ。これは神化だぜ。進化前はモグティガーとか言って、ただのモグラロボだね。この絵は可愛いよね。それに放題の適正っぽいし。簡単にステータスを言っておくと、貫通パワー型、アンチダメージボールの厳重キラー EL だね。SS は8ターンで使える、自強化プラスブロック無効だぜ。まあ、私たちには難しいことはわからないけど、この子は間違いなく、モグカーソルゲと関係あるよね。この人にも子孫がいたんだね。確かに、そこが驚きだな。ということで、ゾルゲさんの子孫で、郊外にも使えそうなエミルゾルゲでした。ではでは、次のキャラ行きますよ。次はレディアークだな。貫通砲撃型で、友情がリワインドブラスター、副友情が大爆発だぜ。アビリティもアンチダメージオール、ゲージでアンチアープで優秀だね。SS も、シンカーマツサと同じで強いしね。多分、今回のあたりじゃないかな。ただ、なんで足が馬なんですか？そこは気になるよな。ちなみにこの人は、デスアークの子孫だよ。馬要素が見当たらない。でも強いし、いいんじゃない。見た目は好みだよね。砲撃型のリワインドブラスターは楽しみだよな。ではでは、次が最後のガチャ限定のキャラですよ。いきなり獣が出てきましたよ。ちなみに誰の子孫だと思う？これは想像つかないぜ。ビゼラーとかかな。違うよ、この人はね。デスアークの子孫です。デスアークの子孫です。どうやってこうなった？その辺足がないけど、性能はまあまあじゃない。反射バランス型、アビリティはアンチ重力バリアとレーザーストップ。ゲージでユニバキラーだね。友情がエナサエル、副友情が防御アップだぜ。SS は16ターンのメテオだし、カズマの適正だね。ということで、興味がある人は狙ってみてほしいぜ。今は目立たないかもしれないけど、今後役立つ子もいるかもだからね。ということで、次は降臨キャラの紹介に行きますよ。まずは究極の降臨キャラだぜ。どっちもヒーローみたいだね。この人たちも、誰かの子孫なんだよね。多分そうだと思うよ。一応、後で紹介する予定だよ。間違ってるかもしれないけど。それと、気になる激究極だぜ。今回は貴族性だね。それにしても。なんで神化がロボなんだよ。この設定謎だよな。蓬莱ちゃんの運枠になるのかな。でもロボだよ。ロボでもいいじゃねえか。まあ、簡単だったら周回する感じかな。それでは、最後は皆様お待ちかね。多分誰も待ってないぜ。まあ、気を取り直して、まずはこの人。このファイヤーフライさん、進化前の名前は、クロセのユズさんというそうです。はい、そうです。クロセユズルさんの子孫だと思います。多分。12秒キャラクター。これもユズルくんは、ユズルくんのことをどう思ってるんだろうね。ちょっと複雑な心境になるな。それでは続いて、この人。ペンデュラムさん、進化前の名前はケビン緑川さんです。緑川さん、どこかで聞いた名前だぜ。皆様も当たりましたか。そうです、この人の子孫です。トニーさん来た。それでは最後。またフライさん、進化前はミナズキアゲハさんというそうです。この人のことはよくわかりません。ただ似ている人として。名字は違うけど、確かに似てるよね。またよくわからないよな。まあなんでもいいけどね。今回ほんと殺だよね。どうせ、結婚して名字変わったとかじゃないの。それだー。